こんばんは。ヤッホー。ちょっと絶賛寝起きなので 寝起きでして、あとなんか前髪が長いせいで二重だと前髪が崩れる。あ、崩れなかった。じゃあ大丈夫だ。ひどいかもしんないけど許して ありがとう、こんばんは。おい、風やばいよね。マジで風やばい。本当に。え、今ビュービュー聞こえないけど、一時期ゴロゴロ言ってたからね。え？と思って めっちゃゴロゴロ言ってて、まあ、今大丈夫か。あのね、4時間くらい寝てた。やばいよね。でもそのくらいね、ゆっくり休めました。そう、え、でもね、前日もすごい早く寝て、11時くらい寝たんだっけ、23時か、23時くらい寝たんだけど、そう。で、朝早起きして、それで、そう、4時間くらい今寝てきました。なんか本当に今日やらかしエピソードがあって、なんだろう、なんかね、まあ、メールに送ったんですけど、それで内容といたしましては、もうやらかしメールでして、なんだっけ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 、あ、そう、髪の毛に塗るオイルを間違って顔面に塗っちゃって、今日 顔テッカテカみたいになっちゃったんですけど、そうね。あと歩いてる途中に雨降ってきたりとかもして、うわ、やらかしたなと思って。でね、そこまででメール送ったんですよ そこまででメール送ったんだけど、でもね、それだけじゃなかったの、朝のやらかしというものは。あのね、まあ今日劇場に行ったわけですね。劇場に行って、まあでも本当に朝早かったから、まあ、劇場着いてからまあいろんなことしようと思って、なんかコンタクトも変えたかったんだけど、その昨日のままでコンタクト 危ないのは分かってます、すいません 昨日のままで、そう。それで変えようと思って、でコンタクトを持って、もう持ってね、あ、ワンデーだからコンタクト持って行って、でコンタクトをやろうと思って変えようと思って出すじゃないですか。そしたらなんか左右違うメーカーのコンタクト持ってきてて なんじゃこりゃと思っちゃって、そう、やらかしました え、度数は奇跡的に合ってた。よしよしよしと思って、左右違うメーカーだった なんかね、なんかルアーね、まあママが全部コンタクト買ってくれてるんですけど、なんかまあたまに違うメーカーのやつを買ってくれるんですよ。そう、なんかそれがなんかいろいろ混ざって、なんかそうコンタクトコンタクトってなつきちゃんに話しながら出したら「え、何これ？」って言って 結局してるんですけどね今 まあ別に何の問題もないので大丈夫なんですけど、びっくりしました。そう、これでやらかしは終わりだと思ったら、メール送った後に続きがあった でもラトルは今日帰ってくる時もすっごい強風でびっくりした。ハットをかぶった、ハットってなんかおかしい、帽子のつばがないバージョン、なんか普通のハットみたいなのをかぶってたんですけど、それが飛んできそうになって、
抑えてんのに抑えてない方が飛んできそうになって、そうもうダメだったねえ、もうダメだねやばかった、そうなんかルアも飛ばされるんじゃないかなと思って、そうあれ大丈夫でした、飛ばされなかったんです。あバケハ、そうそうそうバケハだ、バケハありがとう、うん、元気、うん元気だよ、そうですねそうみんな飛ばされそうになってたよね、やりやばかったな。イーバンはやっほー、くしゃみでそう、はっ、へっ久々なんか久々にくしゃみを感じました、なにこれ、工場の屋根が壊れた、そうなのそうなんだ、天気で本当にありがとう、イヤホン外したくしゃみやばいから、おいスピン、うん、うん、ちょっとはメイクしてる、あのここにアイラインがしてるだけくらいあとベースしてるくらい、本当に前髪長くて目は切れないんだよね、長ここで切りたい今今切りたいな、まあまあ、まあ、今晩切ろう、美容院行きたいけど行けないんだよね、行く時間がなかった、とか行きたい、でもあそうですね、おにぎりですね、はい、おにぎりについて話していこうと思うんですけど、あのですね、なんだっけ、ルアの三角と丸さんとは、ね、と NGT48 のコラボなんですけど、私が作った、メニューがエビマヨアボカド、決まってエビマヨアボカドかな、エビマヨアボカドです。あこれなんかどっかでなんかあなんか某お寿司屋さんで聞いたことあるなと思ったと思うんですけれども、まあ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 、あそれはちょっとどっかに置いておいてポイッとそうそれを考えさせていただきました。なんかね、そう想像してるのとね全く一緒の感じになって、はい、とっても嬉しかったですね、ありがとうございますしかも本当にあのまさかあの皆さんのところにね、その試作したその案っていうのか紙があるんですけど、紙に書いたやつがそのまま反映されると思わなくてそう、あでもなんか安定にカクカクの字でねあのお届けさせていただきましたね、びっくりした、うん、あんなにほんとに三角と丸さんに向けて書いたやつが、そうなんとね皆さんの元にもね見ていただけるようになってたので、はい、すごいおすすめです、うん、みんな食べれるかな、え最大限高さ、再現度の高さね、そうだよね、うん、サーモンかと思った、おーサーモン、えサーモンもいいね、アボカド苦手、あーそうなの、そっか、じゃあ食べる、なんで斜めってるんだろう、ごめん食べれないか、おむすび好き、おーありがとう、試食した、うん、まだね、そう決まっただけで、うん、ちょっと見えたアボカドの字がルアシなのよ、え分かった、なんかさ匂わせみたいなあったじゃない、この後発表しますみたいな、あそこでなんかいろんなのがあったけど自分のやつ分かったかな、アボカドだけ見えてたんだけど、
あ、そうそう、今回ね予約ができるので、はい。予約してねみんな。エビが入るとお値段高いか。いや私もわかんないんだよな、お値段どのくらいなんだろうね。え、でもいくらだったとしても私は買いたいかな。うん、結構ね今回最なんだろう、みんな最なんだろう、なんかもっとレベルアップした第2弾のやつだったかなと思ってて、はい。なんか前回のおにぎりはなんか NGT でなんか案を出して、案を出して、あのね、それでなんか1個決めるだと思ってたんですよ。そう、なんか例えば3期で、3期でなんか一人一人おにぎり案出して、それでなんか一番いいやつとかを提出しようっていう感じだったんですね前回は。そしたらなんか全員採用されましたみたいになって、と思って。そう、それでね、あのなんだっけ、マヨコーンだっけ、コーン前だっけ、どっちだっけ忘れたんだけど、マヨコーンかな、あーどっちでもいいか。そう、そのねおにぎりだったんですけど、だけど今回はもうあの前回をね、あの生かしてと言いますか。そう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 、だから今回は本当にもう絶対に採用されるぞっていう気合で、そう頑張ったら、頑張ったっていうか結構時間かかったんですよ、あの考えるのは。はい、なんかおしゃべり会の手と合間に書いてたんだけど、そうずっと悩みながら、うん、あ人来た喋ろうね。そう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 、悩んでたんだけど、まあなんかいろんなの悩んでて、あと何のあったっけね、まあでも一瞬グミも迷ったんだけど、さすがにね、さすがになんか作り直してくださいみたいな感じになるかなと思っちゃって、やっぱ自分らしさもせっかくねプロデュースできるからこそ自分らしさ入れたいなと思ったんだけど、まあ、作ったとしても、まあ、みんな食べれるかなみたいな。だし、そうだからいいやと思って、うん、やめたんだけど、そう、まあでもあれかな、ある意味なんかお米が美味しく感じるかな。ね、自分以外だったら誰の食べてみたい、え、なんだろう、自分以外か、ちょっと待ってね、え、誰だろう、なんかさ、ゆうなちゃんとちょっと似てるなと思ってて、そう、ゆうなちゃんとエビが似てたよね、そう、ゆうなちゃんのも食べてみたいし、え、あとなんだろうな、あとれいなさんの佐渡金山の形も好き、あれ考えたのは本当にすごい、うんうんうん、グミダメか。グミダメだよね。ね。そうだね。うん。そう、ウニウニウニ。そうそうそう、レイナさんが一番高いね。らしいね。そう。あとさ、日向さんとあと美春さんがあのもうおにぎりじゃなかったよ、なんかおにぎりじゃなくてお茶漬けみたいな感じだったじゃないですか、日向さんが多分そっちで、美春さんが、あでもお皿が違ったもん。お皿があの平べったくて、なんかあのお肉乗せるみたいな、そう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 、あれいいね。お肉巻くの、あ、そう、お肉を言うならハルチュもか、そう、美晴さんもでなんだけど、そうそうそう、ハルチュももう肉巻きみたいな、え、あれいいよね、絶対美味しい、あれ大好き、もう。ね、リリカもだよね、リリカもなかなかだよね。なんか
もうコロッケの方が大きいんじゃねみたいな。そうそうそう。まあ、いっそのことコロッケの方が大きいかもなと思って。あ、15分ありがとうございます。438日目ありがとうございます。なんか本当に今回皆さん ダイナミックで。あ、そう、ななみさんチャーシュー乗ってたよね。なんか横長みたいな。お持ち帰り切るのかな、そのやつね。あと何があったか、あ、リリノちゃんもね。あって今回みんなダイナミックで、リリノちゃんもさ、卵さ、上にドンと乗っかってたもんね。卵焼きか。そう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 。で、花江ちゃんがマグロユッケで、で、はるかさんが、馬のユッケか。え、なんかめっちゃ覚えてない？ってやば。やばいな。今日ずっと見てたんだよね、一人一人のやつを。そう。そう、ユッケも絶対美味しいだろうなと思って。あと、なつきちゃんのさ、あのチーズのやつも美味しそうだった。絶対美味しい、あれ。でもなんか全部食べてみたいけどね。ね、どうなんだろうか。お、本当に皆さん個性的で楽しみになりました。12月10日があれかな、公演初日でもあり発売初日でもあるか。おにぎり発売初日ね、そのまま再現したら物価が3000超えるってね、書いてたよね。でもやっぱ牛って高いんだね。おい、え、ルアどのくらいだろう、予想しよう。予想しよう、ルアは400くらい。400、500だと思ってる。どのくらいだろう、するの。前回どのくらいしたっけ、なんか300か200くらいだったよね、ルアのやつ。マヨコーン、17日の公演当たったら新潟行って食べようと思います。おお、いいですね。予約できるからね、みんな。予約しな。金箔おにぎり、金箔おにぎり絶対やばい、予算やばいと思う。ね、予約したので昼公演後に受け取りに行きます。お、ありがとうございます。あ、ルアじゃないのか。アボカドダメなのか。でもありがとうございます。430、480、うん、そのくらいかな。ルアちゃんのはルアちゃんが半分出してくれる。あ、嫌で、嫌ですね。私最近ちょっとお金を使わないようにしてるんですよ。節約っちゃ節約。そう、節約してるっちゃしてるんだ。してないっちゃしてないけど、してるっちゃしてるんだ。気持ちは、気持ちはしてます。節約の仕方わかんないよね。でもなんか何すればいいんだろう、まあ具体的に何してるんですかって言われたらもう何もないんだけど。そうだけど、できるだけそう使わないようにして、なんか使うとしたらなんかみんなと一緒にいる時に使いたいなと思ってて、例えばお友達と遊びに行った時に使うとか、そう、そういうのに使いたいなと思ってるから、一人ではあんまり使ってないんだけど。そう、この前もね、レッスン合間にゆうなちゃんとかと、なつきちゃんとかと、あとはるちゃんとかかと、あの買いに行こうって言って、ご飯一緒に買いに行ったりして、そう、そういう時間が好きだから。
そういう時間に当てたくてそのための節約って言えばいいのか、そういうことです、はい、できてんのか分かんないけど、基本的に誰かと一緒にいるからできてんのか分かんないけどそう、使わないようにしてます。別に何か したいことがあるとかはあんまりないかな、うん、今欲しいのとしたら AirPods ですね。AirPods が欲しいです。はい、AirPods が欲しいので、まあそのための節約でもいいか。最悪お年玉で買う、もらえるのかな、高校1年生とお年玉。お兄ちゃんもらってた、お兄ちゃんもらってた。よしよしよし。もらえると信じて。だからなんか買うとしたら AirPods なんだけど、まあそれ以外は別に欲しいものない。ただ単に自分で使いすぎだなって自覚してるので、はい、はい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 。いやマジで。いつまでお年玉ってもらえるんだろうね。ルアはお兄ちゃんは高3も普通にもらってたから、まあ今お兄ちゃん大学生だけど、もらえるんですかね。お兄ちゃんがいけるならルアはいける。でもルアアイドルだからって言われるかな。高校卒業するまで20歳、まあそのくらいだよね、一生もらえないよね、次あげる側だよね。いやー、マジか、今日も前髪決まってるね、かわいい、前髪決まってる、そうそう、ありがとうございます。いや待って、次はお年玉あげる側か、いやちょっと待ったマジか、まだだよね、まだ高校卒業するくらい前だよね、よしまだもらえますお年玉くださいってサンタさんにお手紙書いたの、いやそんなもう、ね、年齢じゃないです。なんかね、弟がね書いてるんですけど、 それを見守るくらいです、はい。いやーだねサンタさんいるから、そうだよね、サンタさんいるもんね、どっかにフォ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 やってくるよね。笑顔癒される、ありがとう。ポチ袋用意してあげないとポチ袋ね、なんか本当にいろんなポチ袋が出ましたよね。弟くんルアにおねだりしてこない、うん、え大丈夫だと思う、まだ一緒にキャピキャピしてる側なのでまだもらえたねって言って一緒に弟とキャピキャピしてる側だからまだ大丈夫、まあ、分かんない、今年急に変わるかもね。おしゃべり会たくさん、サンタ、そうだね、ルアもサンタさんになりました、フォ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 やってきました。こんばんは、え今日何時までしよう、久しぶりに10時までしようかな久しぶりに10時までします、おいさびーさー、長めに今日は配信できる、ぽえー、
だってだって体調も元気そうで何より、あそうめっちゃ元気、あはるかちゃんが配信始まったリハ順調、おおそうですね順調だけど、なんかねなんかどうにかしたいことがあって、普通にレッスン着でレッスンシューズで踊ると超踊って、なんか自分なりの踊り方ができるんですけど、いざ衣装を着て靴履く、ヒールとかの靴履くとかとなると本当になんか実力発揮できないっていうか、そうなんですよね、うん、そうなんですよそこが今すごい悩みで、うん、私こうもっと踊れるのに、やっぱりステージとかに立つと踊れなくなるっていうか、そう靴とかが本当にで、なんだろう、普通のあのシューズレッスンシューズで踊り慣れてるからこそ、靴変わった時のなんかね、そう足の負担がすごくて、それが悩みですねそう、 うわーって感じ。もうね、滑りながらリハやってます。かかとでズラン、なんか今日も転んだっていうか、まあ転んだか、今日も転んだしやばいよね。本番は大丈夫です多分そう本番は大丈夫多分。ステンコロリンしてきました今日もまあそれをちょっとどうにかね、その本番のあの状態で慣れて本領発揮か、実力発揮じゃん、本領発揮って言えばいいか、本領発揮できたらいいですね、うん、ポキちゃんリハーサルで靴飛ばした時、靴飛ばしてたっけ、あれなんか靴が折れたみたいなのは聞いたことあるんだけど飛ばしてたっけ、そうかいる時間にルアちゃんのメール、化粧水見たら一人で笑っちゃった。化粧水ねありましたねこんばんは、うわ今晩の湿ってる保湿の件ですか、保湿の件ね、あ大丈夫そうですね、はい、えでも全然ね、やっぱりね一回でも保湿すると違うんだよね、もう一日の持ちが違う、はい、いい感じまあその自分の顔の変形がちょっとさすがにちょっと自分でもツボだった。こんな感じですね、はい、潤ってます、ツヤツヤです、テカテカではございません、ツヤツヤですこんばんは、初日にいつ転んでもいいようにずっとベルちゃん見てなきゃ、やだ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 、あと歌もちょっと心配ですね、歌もちょっと心配だね、ね、しょ、ラちゃんのもちもちのお肌は日々のケアのおかげといっても、あの化粧水塗ったの本当に、まあね、本当にめったにないと。いや普段保湿しないんですけど、最近はするようにしてます。最近はね、そう。最近はちゃんとするようにしてて、やっぱり乾燥する時期なので
するようにしてるんですけど、そう、マジで前髪長い、もう目開けれないんだけどさっきから前髪長いな、今日こそ切ろっかな。でもさ、美容院行った時に切ってもらいたいっていうのも強くてさ、どうすればいいんだろうね。まあいいか、化粧水ババババーンって感じ、もうこんな感じ、こんな感じで塗ったくられて、もうめっちゃ寝起きでピリピリしてました。嫌じゃない、なんて寝起きであんな塗られ方するんです、嫌じゃない、みんな寝てるじゃん、起きる時間の時にママシがやってきて化粧水をこうやって塗ってくるんですわ。絶対やだ、もう本当に今日ピリピリしながら朝準備してたら、そしたらあのオイルと、ま、オイルを間違えて顔面に塗っちゃって塗って塗ってなんだよね本当に。あ、でもね、オイル塗っちゃったのはうわマジかよと思ったけど、気づいた時にはね、でもなんか落ち着いてた、あ、やらかしたなみたいなうわーとかも言ってないし、あ、やべ、テッカテカやと思ってそう、それは大丈夫だった。そうしたら怖い、まあね急に塗られたのはマジでびっくりだけど、まあでもまあなんか芸能人のドッキリとかでたまに見るなみたいな、なんかローションみたいなあるなと思って、まあまあまあいいかと思ったんだけど、まあ無事保湿されてるしね、無事こんなね、今日は本当にツヤツヤでございます。伝わらないよね、ツヤツヤだけど伝わらないよねさ、まあね、芸能人とか芸人さんとかがよくドッキリとかね、寝起きドッキリみたいあるから、じゃあいいかってなりました。うん、ツヤツヤでしょ、いつもと違うからちょっと保湿ちゃんとするようにしますね。はい、それではよし、これをやろう、そろそろやろう、9時になったので皆さん多分お待ちかねじゃないコーナーをしたいと思います。何をするでしょうか。これでも結構毎日見てくださってる方しか分かんないかもしれないんだけど、なんか今からしようと思うんですけど、分かりますかねお時間そうですね、なんか夕ご飯のお時間がやってきたようなので、やっていきたいと思いますはい、それではいつものやつでございますすいません、もう毎日出しちゃってはい、今日は7日です。あ、誕生日が経ってから結構経ったね、6、7、8、9、10、11、12、え、まだどのくらい数えた、7かなこれって、 7ヶ月経ちました。私5月7日誕生日なんですけど、そう7ということで、わー7ヶ月だあれどこだろう、ちょっと番号があってね、そうアドベントカレンダーなんだけど、7777、あったあったあった、これだ、これ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 です、いけ、お、はい、今回もこちらですん、え、待って、ちょっと思っ、え、待って、え、これさ絶対アーモンド入ってるよね、え、思わない、思わない、みんなただのなんか白い感じかな、どう思う、
だってさ、原料にアーモンド、原料じゃない、なんか説明欄にアーモンドって書いてあった。はっ、なんだろうこれ、帽子、靴、靴か、靴、靴、どっちもいいか。いただきます。入ってるのでしょうか。ん、入ってないかも。何だったんだろうあれは。え、安定に美味しい、毎日食べてるけど、この大きさだと飽きませんね。あ、靴じゃんって、靴下か。え、アーモンド何、え、何やさっきのやつ、ただの白いやつ。うん。アーモンドダメ、めっちゃ好きアーモンド。あ、待って、アジアーモンドかもしんない。なんで。うん、かもしれない、もうよくわかんないね。よくわかんないけど、アーモンド風味、そうですね。うん、あ、空気か、空気。わかんない、わかんないな。じゃあアーモンドってことにしときましょう。はい、だいぶ味覚が遅れてくる。そうですね、歌おっかな。めっちゃルア歌いたいけど、でも歌うとでも喉がカサカサになるからやめた方がいいかな。迷うね。なんかさ、歌うんだったらさ、あのなんだっけ、イヤホン持ってこないといけないんだけど、イヤホンのついでにあのケープを持ってきてほしいってことで、ママシ持ってきて。じゃあ3曲歌いますね、そうしよう。あとなんかいろんな、みんなにいろんなこと話したいと思ってたんだけど全部飛んだんだよね。なんだろう、あとなんかありますか、質問ありますか。なんでもいいですよ。お昼何食べた、なんだっけ、あ、お弁当食べました。はい、なんかめっちゃヘルシーなお弁当で、なんか なんだろう、なんかね、半分サラダだったほぼで、なんかお米がお米じゃなくて、白米じゃなくて、なんかめっちゃ粒々したお米、なんだろうね、やばい。なんだろうね、なんかそう、めっちゃ美味しかった、ヘルシーだったね。うん、ママシお水も、そうだね。え、ママシ気づいてるかな、配信は見に来てるから玄米、そう、ん、うん。はい、持ってきてもらいました、ありがとうございます。ってことでちょっとケープさせていただきます。ふう、玄米、なんか、あ、雑穀米、なんだろうね、なんか紫だった、紫だったんだけど、それって何米、
なんかね、あんまり原型とどめてなくて、お米の、うん、あ、ケープは絶対黒ケープです。で、待ちます待ちます。ごめんね、ちょっと目つぶってるからしばらくすみません画面に入ってるかな。何枚だと思いますか。分かった、分かったよ。これをすればいいのか。わー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 、あ、OK です。乾きました。よし、これで前髪が完了ですはい、ありがとうございます。ママシャルアちゃんに似てんの、え、似てないと思う。なんだろう、え、でもすごい、なんかだるがらみしてくるところに似てると思います。なんかこの前なんか NGT48 の曲を流しながらね、なんか準備してたらママシャがなんか踊ってるんですよ。こっち来て踊ってるからいいからそういうのって言ってめっちゃだるがらみしてくる。あ、もちろんその逆バージョンもね頻繁にあるので、ルアがテンション高いとか、そう、なんかそういうところは似てるかもしれない。オートミール、なんだろうね、なんだろうねこの時間にケンプ、あ、やばいですか。あんまりメタにいないのかな。ルア全然やっちゃうそう、ドライヤーもしやショールームで、あ、そうそうそう、ショールームでね、なんだっけ、いたな、なんかポイントをね達成してで選べたんですけど、私はリファのドライヤーにして本当にこれをいただきました。ありがとうございます、みんなありがとうそう、感想とかで踊ってるんですよ。なんだっけ、ちっちゃいもんクラブとかの嫌いなのかもしれないとか、てっ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 てところあるじゃないですか、てってってって僕のコートなんてじゃないですか、それをねやってるんですよ。ママが急にこうやってやってきて、しかもタイミングが違うんだよねタイミング違うからって言って本当に、いや、ね、やってるのはすごいと思うんだけど、そのね、でタイミングが違うんだよねちゃんとタイミング違うから。え、でも皆さんもこれぜひぜひ、もうなくなるんですけど、キープめっちゃやばい、使ってるからやばい。そう、なんかでもいつの間にかね、パパシとかもねケープ使われてて、これそう、びっくりした、自分だけだと思ったらね、パパもこれ使ってた、ケープ。でもルアは黒ケープが一番いいかも。なんかハルチュンが黒ケープいいみたいに言ってて、そう、それでねちょっと買ってみたら本当に良くて、そっからずっとこれです。くしゃみで、そう一本どれくらいのペースなくなる。そうですね、どのくらいだろう、1ヶ月は持ちます。全然色で何が変わるの、なんか保たれるんですよねなんか髪質によって多分変えられるんですけど、がっちり固めたいんだったら本当にこれかな、黒。でも黒だからといってなんか中が色が黒とかじゃなくて、全部ね透明っちゃ透明なんですけど、ケープの色は、はい、髪質かな、
なんかゆるりと固めたいんだったら違う色がいいと思う。なんか例えば巻きを固定したいとかだったら、これを振るともうガッチガチに固まっちゃうから、なんかそう違う色でやるとなんかやんわり保たれるみたいな、そういう感じだけど、前髪は絶対動かしたくないから黒ですね。はい、ちょっと謎のこだわり謎のこだわりがあります。めっちゃケープの説明ごめんねごめんね、ふーんだよね管理最強で書いてある。そう、最強ケープシーズン最強なんです。このミニバージョン持ってる、このくらいの。そうスーパーハード、そうハードとスーパーハードとなんだか違うみたいな。さっきのファーは黒緑米、もしくは緑黒米だそう。あ、なんか誰かが言ってましたか。そうなんだ全然わかんない。夜勤聞き中だからちょうどこれた、ありがとうありがとう。そうコンサートでもそう黒いったっけ。そうなんか、なんならですよ、私公演も黒でやってますね。はい、持参してる公演ケープなんか公演であの固めるスプレーみたいなの置いてあるので、それを使えるんですけど、でもなんか自分的に他に合うものがあると思うんだけど、やっぱケープかなって思ってて、そうケープがやっぱり好きだからこう語ってごめんね、ケープがやっぱり好きだからと思って、家からたまにこのでっかいのを持ってくし、ちっちゃいのも持ってくんだけど、それでそうこうやって振ってる。公園も黒があります、たまに。最近黒にしてるかな公園。でもそれまでは結構そのミクさんが持ってるケープじゃない、固めるスプレーを使ってたマイケープ持ち歩いてる。そうあとね、あとですよ、あの学校のお友達にもそうなんか結構前髪もっと綺麗にしたいみたいな子がいてお任せくださいって感じ本当に。だからそうケープ固めてって言われるから、ケープで固めてって言われるから、だからそうこう顔を押さえて友達のシャーってやってやってますね。はい、自分だけじゃない、そう他の子にもやってあげてますそうでもあのやると、えマジルアがやると全然動かないとか言われてるいやお任せください、本当にケープに関してはお任せください全然任せてください、いくらでもやります。あ、てかこの前友達の髪もさセットしたことあるセットっていうか、まあなんかそうすごい髪が跳ねちゃうってことだったから、あのぜひともと思って髪をね、あのそうボブなんだけど、その子ちょっと内巻きとかにして、こうやってこうやってやって、前髪もね前髪もやってアイロンででこうやって押さえて顔をね、こうやって押さえてシャシャシャってやりましたスタイリストさんるわもしかして結構なんか髪の毛はこだわりがあるから、ケープとかセットお任せ、アレンジはできないけどねアレンジは本当にできない。いいけど、なんか、そう、固めるのはお任せください。あ、ごめんね、歌うね、そろそろ。そろそろ歌うね。ごめんね。うん。そう、そのくらい、だ、ね。そのくらいキップが大好きです。お待ちしております。
勉強になります、本当にと実績があります。そう、でもね、公演ではどうしてもいくら固めてもやっぱり公演は激しく踊っちゃうからどうしても前髪が崩れてしまうんだけど、そこどうにかしたいよね。さすがにね、2部とかになるとねちょっと崩れてくるんだよね。そう、そうですね。そろそろ歌いますね。よいしょ。聞こえますか？ね、普通に飲み物欲しいんだけど、どうしよう。ママシ、飲み物が欲しい。てか持ってこようかな、そこにあるから。でもジュースなんだよな、そこにあるの。もうちょっとしたら歌います。3曲くらい歌いたいと思います。喉のために。ね。ラフレクジの席届いてありがとうね。ああ、ありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。嬉しい、特賞おめでとう。まわし飲み物お願いします。来るかな、どうだろう。持ってこようかな、どうしよう。持ってきた方がいいやつ。そこにあるから、じゃあちょっとジュース持ってきますね。ちょっと待っててね。よいしょ。ほい、あ、すいません。どっちだ、こっちか。すいません、壁とねお話しいただいてありがとうございます。すいません、なんか意外とすぐ戻ってきちゃった。ママシが持ってきてくれてる途中でさ、途中でばったり会ったのでもらってきました。はい、見て、これは何茶でしょうか。めっちゃ大声出しちゃった。何茶でしょうか。なんだと思う。傾けすぎるとさこぼれるからそんな傾けられないんだけど、何ティーでしょう。ほうほうほう。ロイボス、緑茶、ジャスミン、コーン、秋茶。おお、まあ正解はいますね。んちゃんちゃやばい。おもちゃではない、すいません、そういうのが始まっちゃった。はい、正解はじゃがじゃがじゃがじゃ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 ポン、ジャスミンテイでーす。わー、ちょっとぬるいバージョン。ちょっとぬるいんだよね、なんかさ、さっき飲んだんだけど。うん、冷たくない、でもあったかくもない。なんだろうこれ。なんかぬるいんだけど、なんか どうなってんだろうね。でもあの喉に程よいね、こういうちょっと熱くもないやつが一番喉に。はい、ということで、喉にいい歌を歌いたいと思います。何がいいかな。あ、常温っていうの、常温かもね、そういうこと。もう常温のお茶とか見てないんだよな今日。何なんだ。わあ、いっか。え、キーボードが韓国語になってるんだけど、やだ。やだら、韓国語何もできないのにキーボードが韓国語だ。何がいいかな。なんかありますか。なんかある？ないか。ルアーじゃ選ぼっかな。
何がいいかな、何がいいかな迷うんだけど、どうしよう、クリスマスが近いの、クリスマスの曲、クリスマスの曲か、ちょっと待って、クリスマスなんだろう、冬だよね、冬、クリスマスってなんだろう、ちょっと待って待って、ソフトサーブ歌おうとしたけどちょっと一回悩もう何だろう、冬の曲か、冬だと渡り鳥とか、あとなんだろうね、みどもり、え、みどもり違うか、え、マックスとか冬だっけ、ふむふむふむ、あなくり、あなくり歌う、あなくりあなくり歌う、よし、別にいい いいけど喉やばくなるけど、毎回待って、韓国語なんだけど、本当にキーボードがどういうこと、あ、戻った戻ったあなたとクリスマスイブそうだ、クリスマスソングはこれがありますね、それでは行きたいと思います、レッツゴー、待って、久しぶりだね、カラオケ、どんなプレゼントよりあなたの両手に抱かれたかった、このことの胸におでこつけたままずっと粉雪が二人を包んで街の灯もり始めても、離れたくないよこの場所から、永遠より一秒長く世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう、いつか今日を思い出すわ、メリークリスマス and I love you、 何も話さなくても流れる時間が愛を伝える、こんな意味ある夜に一緒にいられるだけで、粉雪はまだまだ止まずに二人に積もるけど、このままでいいよ、どんなものよりあなたは温かい毛布、世界のどこかでささやく恋人たちの約束、
ちょうど終わった。ありがとうございます。ピカピカありがとうございます。どうでした？どうでした？意外と声出た。あれだもんね、あの12月パーティーがないので、にゃんとにゃんとにゃんとパーティーがないから、そうハッシュタグパーティー不足。いや本当にルアも本当にパーティー不足なんだけど、そうないからアナクリをね歌うことがもうないのかも。どうなんだろうね。アナクリ歌うのかな、またどうなんだろう、わかんないけど、そうだよね。ラもわかんない。パーティーどうなった？どうなったんだろうね。パーティーレッツジマイ。あ、そうかそうかそうか。ね、またまたできたらいいんだけどね。え、あれが最後だったってことある？どうなんだろう。どうなんだろう。でも本当にパーティーはほぼ毎回出演させていただいてて、そう。なんかね、でもなんか何回かや、あのお休みさせていただいたんですけど、3回くらいかな、 3,4 回出なかったんですけど、ほぼ出演させていただいたので本当にありがとうございます。なんか終わるみたいな言い方しちゃったけど、あ、これ、ね、今年はもうないので、はい、じゃあ今年はないから、じゃあちょっとご挨拶をさせていただくと、まあ本当にパね、パーティー今年もたくさん出演させていただきまして、本当に皆さんありがとうございます。千秋楽、そう千秋楽じゃないからまたあることを願うんだけど、でも12月ないからちょっとショックだよね。まあでもその代わり新公演がねありますので、そう新公演でぜひ皆さん来てくださると嬉しいです。ね、初日出るし、初日以降もね出演できればいいなと思ってるので、一応ね予定はあのもう開けてあるじゃないね。それ違うね、予定はあのもう出てるので、皆さんがあの開けておいてくださると嬉しいです。はい、お願いします。開けといてね、みんな。また出演できることを祈ってます。祈ってます。アナクリってポキちゃん、リリノちゃん、リリカさん、もっちゃん、ルアちゃん、花江ちゃんだった。そうだね、初期がユーナとリリノで、その次、あ、は、あ、うん、夏希もかな、うん、リリカと夏希で、ルアともっちゃんが多かったけど、でも花江ちゃんもね、あったよね、もっちゃんと花江ちゃんもあった、うん、そうだね、あとリリカとユーナちゃんもあった気がする、うん、なんかいろんなパターンがあったよね、結構アナクリって。そう、リリカさんも生誕祭が最後だった。え、でも今年はそうだよね、今年は本当に生誕祭で最後で、初日公演抽選外れマンダム、あ、本当かーい、もういい、悲しいけど、それ以降空いてたらぜひ来てください。新公演で赤尾のサイリウム振って他の推しに怒られる未来予想しております。怒られたいんじゃないのそれって。あ、そう、リリノちゃんとね、そうやってみたかったね。ロア意外ともっちゃんとか、もっちゃんしかしたことなくて、アナクリは、うん、
でずっともちゃんと一緒に練習してきたから。でもね、毎回もっちゃんがね、なんかスカヒラ終わるじゃん、パーティーでスカヒラ終わって、であの一回はけるじゃないですか。その時に楽屋行くと、もっちゃんが練習してるんですよ、アナクリをね。だからルアも練習しようと思うんだけど、あのカラオケでね、あのもっちゃんと二人で練習しに行った時に、なんかもっちゃんがルアの音程の動画が欲しいみたいな言われて、だからなんかね、カラオケでルアの音程、あのもっちゃんがハモリだから、そうルアが歌ってるのを録音して、そう、それをねもっちゃんが聞きながら、あの粉雪がみたいな、あのハモリをね練習してるんですよ。そう、それを聞くたびに、あすごいすごいなと思いつつ、なんか自分の歌声を聞きながら、しかも大音量でめっちゃ響き当たってるんですよ、ルアの歌が超恥ずかしくて、でもね、でもすごいありがたいですね、そういうその練習の仕方いいなと思って。うん、ごめんね、ちょっと説明下手なんだけど、そうそういうことがありまして、毎回、うん新公演配信で見る、ベルちゃん頑張って、ありがとう、頑張るね。そう、まあでもね、なかなかね恥ずかしかったけどねいつもさ2人で歌ってるからこそ大丈夫なんだけど、録音させてって言われて OK と言いつつも、ルアが歌ってるじゃん、もっちゃんそれを聞いてるわけよ。いや恥ずかしいなと思いながら粉雪がっていう、そう、すごいありがたいですね、その練習をしてくれるのは、うん、そう、そういうね練習の積み重ねがあってこそのアナクリだったと思いますし、なんか皆さんがねどんどん上手くなってるっていうのをね、おしゃべり会とかで、あとこのコメントとかでも本当にそう書いて言ってくださることが多くて、そう、すごい嬉しいからありがとうございますあれなんだよね、そのハモリなしの音源がないからこそ、そう、その練習の仕方はとてもいい、とてもいいって、なんかめっちゃ上からだな、そう、ということで何を歌おうかな、もうパーティー行っちゃうこの調子でなんか歌えるかな、スカヒラとかあるっけ、てかもう意外と時間やばいねよっしゃ行っちゃおう、いやスカヒラもね、そうニポジさせていただきました、合計で、そう意外とスカヒラルアちゃんやりそうとか言われながらもやったの最後らへん、そう最後らへんでお世話になりました、今年スカヒラこれ地味にねきついんだよね、そうあの3曲終わりで、まあ、MC 挟んでるから大丈夫なんだけど、体力が意外と、おキレキレです、この1列目偶然のいたずらであなたとすれ違った、心臓を止まりかけてわざと無視したまま通り過ぎた、なんてバカな私なの、こんなに好きでいるのに、自己嫌悪に陥る駅の人混みで一人、一瞬の出来事が未来に悔いを残すべい、ねえ神様もう一度時をリセットしてください、女の子にはスカートひなに翻し走りたくなる時がある、何もかも捨てて愛に向かうよ、恋を捨てたミスカートひなに翻しハートに火がつ
ついたように私たち何をしても許される年頃よ。夢を見てるだけじゃ何も進展しない。手を伸ばして初めてそこに実のなる果実。大人への階段を一気に二度飛ばしてじゃねえ、今すぐ好きですと言わせてください。女の子にはスカートふわり膨らませ元気になれる時がある。青春はいつも前を向いてる。恋をしたからスカートふわり膨らませ、あなたを追いかけて走る。私たち何かしなきゃ、もったいない年頃よ。弾む息落ちる汗全力でこの道を信じて走ろう。気持ちが風になれたらあなたにきっと伝わる。結果はもう恐れずに世界で一番好きなの。女の子にはスカートふわり広がるし走りたくなる時がある。何もかも捨てて愛に向かうよ。恋をするたびスカートひらり広がるし、ハートに火がついたように、私たち何をしても許される年頃よ。ほうほう、ありがとうございます。いや、いいですねいや、スカヒラいいね、やっぱりなんかすごいいいと思います。愛に向かうようもこの前させていただきました。あ、いてるとかもね。クラスメイトもね、そう歌いたいけどないよね確か。え、でもさあ、ってクラスメイトどのくらいやってないんだろう、やばいな。そう、え、でもスカヒラ覚えたのは散歩時なんですよ。そう、一歩時ね披露できなかったんだけど、そう、なんかワンチャン公演中にスカヒラやるかもですみたいな感じになって急いで覚えたんだけど、結局ね、そう、大丈夫になったんだけど、そう、だから本当にスカヒラにはお世話になりました、ありがとうございますなんか AKB さんのスカヒラをね見るとなんかね、もっとね落ち着きがあるんですよね。そう、なんか見たんだけど、ごめん、めっちゃ軽くななんか翻す時とかもなんか大人っぽい翻し方で、そう、やっぱりグループによってなんか違うんだなって思って、そう、そこもやっぱり見どころでありすごいいいですよね。好き、こんばんは。ね、クラスメイト夏いわ。飛ぶメメリーって言ってたから初日。リリカが初っ端めっちゃうまいのをかましてくれるのに、そう。レレレレレレレって歌ったと。飛ぶメロディーしてるのはって、ね、え、クラスメイトないよね、詰まってね、ないんだよな。
あとなんだ、キスダメもないよね多分。ちょっとそろそろさ始めないとやばいよね。桜やる？オッケー。わ、桜の花くらいで出てきた。よし。最後です。なんか歌って喋って歌って喋ってとか、あとこんな時間だ。
ありがとうございます。よいしょ、ありがとうございます。え、たくさんのギフトありがとうございます。本当にピンクでね染まってありがとうございます。なんか思ったより歌えたかもしれない、個人的にね。ありがとうございます。ねえ、ちょっとパーティー公演不足ちょっと解消しましたかね。ちょっとパーティー公演不足解消したなと思った方、本当にありがとうございます。それが一番嬉しい。ねえ、私もパーティー公演大好きだから、ちょっとまたね、また余計に見たくなった、ごめんね。ごめんね、それは。そう、じゃあちょっとスクショタイムしたいと思います。パーティーどうしよう。パーティーありがとうございます。よかった。また来てください、パーティーやったら。はい、それではお礼をさせてください。13メンタムシありがとうございます。12マイケシありがとうございます。11フルカワシありがとうございます。10位鉄尾氏ありがとうございます。9位ベルボーアザラシクジラ氏ありがとうございます。8位ゴガウマン氏ありがとうございます。7位ヒロ氏ありがとうございます。6位ポンポン氏ありがとうございます。5位シュンテン氏ありがとうございます。4位ケンジ氏、エビマヨアボカドおにぎりありがとうございます、食べてね、ありがとう。3位秋文氏ありがとうございます。2位おじゃ氏ありがとうございます。そして1位はじゃが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 ポイアイスラースマイル氏です。ありがとうございました。ギフトたくさんありがとうございます。ね、めっちゃ歌って途中にめっちゃわわわわわわありがとうございました。ね、皆さんもありがとうございます。アイスルアイスマイル氏もまた公演来てね、パーティーやったら。今年ないけどね、新公演もお待ちしてます。ありがとう。ね、こんな1時間くらいの配信を見てくださりありがとうございました。また見てね、ありがとう。はい、それでは終わりたいと思います。約1時間ちょっとありがとうございました。シー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 、それではおにぎり食べてね、まだだけど10日おにぎり食べてね、よろしくお、あ、グッズも販売してるからよろしくお願いします。